方向転換する技術ぶっ飛ばせるよね。四輪ドリフト、急斜面とかじゃ悪い時にも使える、うん、はい、イグちゃんです。そして剛健のパパです。パパ、剛健パパです。前回ね、止まり方と止まりながら進路変更っていうのやってるじゃないですか。もうあれさえ使えたら速度域上がるんで、うん、ぶっ飛ばせるわけですよ。確かに。前回教えさせてもらった止まり方のノウハウを使ってもう一つ調子いいことやろうかな。さっきは下に落としてブレーキしながら横にずらす、うん、進路方向に対して板を横向ける、それも使えるんですよ、はい、じゃあ方向転換する技術、車格好の時使えなくて、車格好しながら方向転換、はい、そうっす、うん、じゃあ例えばターンで、うん、カービングって板かましながら行くじゃないですか、うん、あれ逆にずらしながら曲がっていくテクニックなんですよ。エッジ立てないで、はい、うん、スライドターンとか得意ですか。スライドターンって要は車で言うと四輪ドリフト、うん、四輪ドリフトで曲がっていくずれってやつかな。そうです、ずれみたいな。で多分もうすでにできるようになってるんで、うん、いきなりやってみましょう、うん、車格好してつま先のずらしでもいいし、うん、逆にこっちの車格好でも、うん、どっちもいいんで一回さっきのやつを応用しながら方向転換しててみてください、はい、追っかけてください、はい、あ、じゃあ僕もやろうか。これね、急斜面のターンで出てくる、うん、あ、そうですね、うん、急斜面のちょっとボコボコとか、うんうん、不整地の結構えぐいとこ滑るとき、うん、急斜面のパウダー行くときも使うし、うん、このずらし持ってそれなりに横に走らせる、ね、多分苦手な人って急斜面とかパウダーとかでも、うん、そこ行きたいのになんであの人あんな行けんのみたいな、うんうん、いやそんなスピードで行かないみたいなのをこれで使ってるんです、うん、分かったぞ、分かったぞ。イメージできた。イメージできた。この技術を使って障害物に当て込んで避けたりとか、軸、うん、回したりとか使ってるんですよ。シャドウがきついとどうしてもエッジ立てちゃって怖いからやっちゃうんだけど、今のやつってスピード調整しながらだから、そうで走らせてとか、うん、で内膝のままうまいこと板変、うん、旋回させたらターン使えるでしょ、うん、使えた。じゃあ今度急斜面やと思ってショートターンやってみてください、うん、あ、ちなみに僕やったらショートターンできます。速度を一定に保ちながら急斜面やってみてください。あ、近づきたい。さっきのこの膝をギュッギュッてやるやつと片足乗って板走らせるやつ組み合わせたら多分いけるはずです。こうターンしたターンっていうか、まあもう速度調節しながら急斜面のパウダー狭いツリーを置いていくイメージです。あ、わかりました。この感覚で使っていくとブレーキしながら方向転換がどこでも使える。でカービング中もできるし、バーンが荒れててこれじゃ板畳んだってでも曲がっていきたいっていう、今日は雪めっちゃいいんで何もでも着ていけるんですけど、ちょっと板立ちにくいシャバシャバやなとかっていう時もこれでグッて恐怖感が全然ないんで、そうです、こう動かせるしスピードコントロールできるから、雪質めっちゃ悪い時にも使える、うん、いいですねこれ、覚えておくと最高です。そうです、うん、あと追い取りにも使える。安定するからね。そういう技術、うん、なのでみんなぜひやってみてください。前回出したあのブレーキのやつやり方ね、うん、あれを応用して、うんうん、ターンにつないで、そうですね、うんうん、っていうやり方あるんでぜひやってみてください。参考になった方はチャンネル登録といいねお願いします。